皆さん、こんにちは。芸能界では落下流水の情に見える熱愛や結婚から磯のアワビの片思いだったと言えるような破局や不倫まで数えきれないほどの色恋沙汰が報じられ、喫境を誘います。ましてや縁は否もの味なもの。どんな組み合わせの男女がどんな出会いをきっかけにどんなストーリーを歩むのかは誰にも分かりません。1970年代、歌手の五木ひろしさんと小柳ルミ子さんの恋愛がマスコミを大いに賑わせました。今回は小柳ルミ子さんと五木ひろしさんの恋愛や小柳ルミ子さんが引退を決意した理由に関する話をご紹介しましょう。人の噂も75日と言いますし、本題に入る前に小柳ルミ子さんについてまずは簡単に解説しましょう。芸能活動は1970年からと、かなり長い芸歴を誇っている小柳ルミ子さんですが、もともとは宝塚にいました。しかし宝塚音楽学校に在学中に渡辺プロダクションに歌手になりたいと思い、渡辺プロに願い出ると、宝塚を首席で卒業したら歌手にしてあげると返事され、1970年には見事宝塚音楽学校を首席で卒業することとなりました。しかし初舞台だけは踏みなさいと言われ、夏川るみんの名で宝塚歌劇団に入団し、2ヶ月で退団。その後歌手デビューの前に顔を売るために NHK 連続テレビ小説虹で女優としてデビューを飾ります。1971年にはワーナーブラザースパイオニアの邦楽部門初の歌手として契約し、私の浄化町で念願の歌手デビューを果たします。私の浄化町は160万枚の大ヒットとなり、オリコン年間シングル売上チャートで第1位を記録。また第13回日本レコード大賞最優秀新人賞も獲得しています。その後他賞のトラブルなどはあったものの、芸能活動を続け、1989年に13歳年下の当時無名ダンサーであった大隅健也さんと電撃結婚。しかし2000年には離婚してしまいます。大きな離婚の原因としては大隅健也さんの浮気が原因となっているそうです。さて本題に入りましょう。五木ひろしさんと小柳ルミ子さんは1972年頃から交際を始め、当初は互いの寂しさから惹かれ合い、愛し合う仲となったようでした。しかし実際には二人の間に大きな溝がありました。小柳ルミ子さんは気が強く、自分の夢を追求するタイプの情熱的な女性、一方の五木ひろしさんはそうした独立心の強い女性を理想のパートナーとは考えていなかった模様。1973年3月には小柳ルミ子さんが所属する渡辺プロダクションに結婚の許可を求める一件があったと大々的に報じられましたが、五木ひろしさんは小柳ルミ子さんと結婚する気はない、相談に乗っているだけだと突き放すようなコメントをし、両者の気持ちの溝があらわになりました。同年夏にはハワイで極秘結婚を挙げたという噂さえ流れるほど二人の熱愛がマスコミをにぎわせました。しかしこの頃から五木ひろしさんには別の女性愛子さんがいたと指摘されています。愛子さんは五木の好みに合った女性だったようで、渡辺プロ側も小柳ルミ子さんと五木ひろしさんの仲を本当の恋愛関係とは見なしていなかったようです。実際プロダクション関係者は、小柳は気性の激しい、結婚に幸せを求めるタイプじゃないという見方をする人もいるくらいです語っていました。結局1974年2月小柳ルミ子さんが五木ひろしさんとの共演を拒否したことで、両者の関係が決定的に終わりを告げました。五木ひろしさんはヤングレディシで恋の終焉を宣言。一方の小柳ルミ子さんは心を深く痛めたそうで、同誌の6月号でファンの質問に答えている際に、興味本位に書くということがとても耐えられない、こういうことでいいお友達をなくしていくとしたら無性に腹が立ちますねと心情を吐露していたことから、この別れに深く傷ついたことがうかがえます。また1974年末の別の雑誌では、
正直言って随分心が傷つきましたね。日本中を回ってあの記事の出た週刊誌をみんな破って歩きたかったくらいです。でも今考えると結局あの頃は他人の目ばっかり気にして生活してたんだなぁと思います。何かあるとイメージダウンするんじゃないかなんてビクビクしてばっかり、つまり自分が砂上の楼閣みたいな上に乗ってることが分かってたから、それが何かのことでパッと取り払われるのが恐ろしくて仕方なかったんですね。失恋だなんて思ってません。もともと結婚の意思があったわけではないんだし、それなのに婚約したとか婚約解消したとかいい加減なことを書かれて、それが一番悔しかったです。今なら本当に愛してる人が現れたら、あの人を愛してますって誰にでもはっきり言えると思います、と激しい思いを吐露しているほど、このように一方的に小柳ルミ子さんが五木ひろしさんに夢中になり、その思いを裏切られた形となってしまいました。当時のマスコミ報道の多くが興味本位で盛り上げたことも手伝って、誰も彼もが知るような騒動となりました。結局のところ五木ひろしさんが求めるような従順で穏やかな女性像と、小柳ルミ子さんの強い独立心や情熱的な性格の違いが別れの最大の原因となったようです。プロダクション関係者は寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛が終わるということだったのだろうと分析しています。当時の二人に起きた恋愛模様は数多くのドラマを生み出しました。その影響というわけではないでしょうが、小柳ルミ子さんは2020年8月1日 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送にリモート出演した際に引退を宣言したことがあります。番組からデビュー50周年を祝われると、突然ナイツさん、あのちょっとここで爆弾発言していいですかと切り出し、私引退しますと宣言。ナイツの二人が困惑する中で、小柳ルミ子さんは、というかここ数ヶ月引退しようと思ってました。コロナによっていろんなことが浮き彫りになったじゃないですか。人の心、人の優しさだとか、それからこれだけ仕事がないということは自分に力がないんだって思ったんですね、と自身の引き際を感じていたと語りました。引退を踏みとどまった理由については、同じ事務所だった木下ゆきなさんが引退したことを挙げ、先越されちゃったんです。同じ事務所ですから副社長も社長もよくしてくださるので、この方たちを裏切れないと思っちゃったと明かしています。またサザンオールスターズの桑田佳祐さんが週刊文春の連載で自身を称賛する内容を書いてくれたことも引退を本意した理由の一つだと語り、本当に私の支えになったと感謝を伝えました。また2022年4月11日にテレビ朝日系『徹子の部屋』へ出演した際は、当時のことを振り返り、コロナであっても必要であったらオファーいただけると思うじゃないですか。それがないっていうことは自分に力がないんだなって、歌も踊りも芝居も皆さんに必要とされてないんだなと思って、本当に7月には引退しようと決意していて、と語りました。黒柳徹子さんが、今までは順位とか売り上げとかそういうもので戦ってらしたんだけど、今は自分が楽しめたらって思うようになったんですって、と振ると、小柳ルミ子さんはそうですね、と回答。やっぱり私は宝塚時代から順位とか成績とか、歌手になったらレコードの売り上げ枚数とか順位とか、その厳しい競争の中で50年生きてきたので、周りのスタッフも人に負けたくないとかね、10秒でも20秒でも長く歌わせたいとか、そんな世界で生きてきたので戦うのが当たり前になっていたんですけど、やっぱりコロナになってもう50年以上生きてきてやってきたんだから、どんな仕事でもやらせていただきたい、そういう気持ちに、なんか気持ちがすっと楽になりました、と心境の変化を明かしたのでした。余談になりますが、小柳ルミ子さんは梅宮辰夫さんと愛人に近い間柄だと言われています。
噂がささやかれたのは、2019年12月12日午前7時40分に、慢性腎不全のため神奈川県内の病院で梅宮達夫さんが死去した際に、小柳ルミ子さんが自身のオフィシャルブログで以下のように綴ったからでした。梅宮達夫さんが12月12日に亡くなられました。私の愛する母とくしくも同じ命日です。梅宮さんとはドラマでも共演させていただきました。優しく温かくいらっしゃるだけで存在感のある方でした。ルミ子ちゃんはすごいね。セリフの NG 出さないもんな。僕はダメなんだよ。とちってばっかりだよ。なのに憎めないお人柄でした。旅番組でもご一緒させていただきました。地元の名物に舌鼓を打ちながら、ルミ子ちゃんとこうやっていると何だか愛人と旅してるみたいだね、とあの少年のような笑顔で二人で笑ったものでした。ルミ子ちゃん、アンナと友達になってやってくれよ。アンナが危なっかしくて心配なんだよ。可愛くて可愛くて仕方ないアンナちゃんのことずっとずっと心配なさってました。梅宮さん、優しくて男気のある可愛らしい梅宮さんが大好きでした。辛い闘病生活から解放され、どうか安らかにお眠りくださいませ。お友達の山城さん、松方さんと大好きな釣りをしたり、お酒を浴びるほど飲んで楽しく遊んでいらっしゃることと思います。梅宮さん、本当にお疲れ様でした。心よりご冥福をお祈りいたします。そろそろ闘病を飾り話の幕を下ろしましょう。今回紹介した小柳ルミ子さんと五木ひろしさんの恋愛や、小柳ルミ子さんが引退を決意した理由に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。